有川町は、長崎県南松浦郡にあった町。五島列島北部に位置する中通島の東部を主な町域とした。2004年8月1日に、若松町、上五島町、新大野目町、奈良尾町と合併し新上五島町となった。五島列島中通島の東側全域及び、周辺島処分を町域とする。佐藤行政区域とする。 有川町は1889年の町村制、施行時に単独で自治体として発足したため、大技はなし。先浦小学校、上野浦小学校、大田小学校は、新上五島町に合併した後に並行となっている。旧町内の先浦地区で見られる一室み景観が、柿根、屋敷林などの居住に関する景観地として、2012年9月19日に、 新上後島町先浦の後藤石集落景観の名称で文化財保護法の重要文化的景観として選定された。この石積み文化は長崎市外海の石積み集落景観の名称で重要文化的景観として選定されている西園木半島の旧外目町から移住してきた隠れキリりタンによってもたらされたとされる。先浦地区とは赤尾号、河野浜号、 トモスミ号及び、頭が島との黒島を総括した、地区名である。このうち頭が、島は2018年6月30日に長崎と、天草地方の潜伏キリシタン関連遺産の構成資産として、世界遺産登録が決定。ありがとうございます。